ホジキンリンパ種はアクセリンパ種の一分類で、病理組織学的にはホジキン細胞あるいはリードシュテルンベルク細胞などを認めることが特徴的である。従来、ホジキン病と呼ばれてきた病気である。名前は1832年にこの病気を発見したイギリスの医師トーマスホジキンにちなむ。症状には発熱、頭寒、体重減少がある。しばしば首、 脇の下、素形部に、無痛性の肥大したリンパ節を認める。この病気の患者は、疲労感やかゆみを感じる。ホジキンリンパ種のおよそ半分が、エプスタインバールウイルスを原因とするものである。その他の危険因子としては、この病気の家族歴や HIV、エイズを有していることが挙げられる。ホジキンリンパ種には、古典的ホジキンリンパ種と結節性リンパ球優位型。 ホジキンリンパ腫の二つの主要な種類がある。診断は、リンパ節中の多角化したリードシュテルンベルク細胞といったホジキン細胞の確認による。ホジキンリンパ腫は化学療法、放射線療法、肝細胞移植によって治療される。治療の選択はしばしばがんの進行度合いと、治療に好ましい特徴を有しているかどうかに依存する。病気の初期では、 治癒がしばしば可能である。米国における5年生存率は86%である。20歳未満の患者では生存率は97%である。しかしながら放射線症者と一部の抗がん剤はその後数十年にわたって他の癌や心臓病、肺病の危険性を増大させる。2004年におけるリンパ腫を呼びいた発生骨質移植による。 人口10万人あたりの。 年齢調整死亡率データなし八8回転8から3.63.6から5.45.4から7.27.2から99から1 0 8 1点8から12.612.6から14.414.4から1 6 2 1点2から1818 18から1 9 8 1点8以上発生率が年齢とともに増加する非法事リンパ主とは異なり 保持金リンパ種では国籍により若干の差異はあるものの、15歳から35歳までの青年層と55歳以上の2つの年齢層でピークがある。女性の方がわずかに多い血節効果系を除き、全体的に男性の方が多く罹患する。保持金リンパ種の年間発生率は人口10万人あたり2.7人であり、全てのがんのわずか1%未満である。 ホジキンリンパ種の発生率は HIV に感染した患者で増加する。HIV の感染に関連する他の多くのリンパ種とは対照的に CD4 陽性 T 細胞の数が多い患者で最も発生しやすい。2013年には約72万5千人がホジキンリンパ種を患っており2万4千人が死亡した。米国では人口の0.2%が 生涯のどこかの時期に保持ンリンパ種を患う。日本は全悪性リンパ種の約10%で世界全体としては少ない。氷剤リンパ節主大、体重減少、発熱、等間など。風分類によれば、保持ンリンパ種は古典型と結節性リンパ球油性型の2つに大きく分類され、古典型には4つのア分類を持たせている。リンパ節性検。 風分類では4種類。最も一般的な診断時の年齢は20歳から40歳の間である。まず、古典的保持金リンパ種と結節性保持金リンパ種では治療方針が異なる。また、病気により異なる。以下に基本的な治療方針を述べる。科学療法であるアブベド療法4コースの後、進行例以外では放射線区域照射が標準的とされている。 予後療法群に対しては、化学療法の試行回数や放射線照射量の削減が試みられているが、定まった見解は得られていない。2016年12月、再発または、難治性の古典的保持隣リンパュに対して、ニボルマブが適用承認されている。放射線区域照射単独が標準的とされる。これは、古典的保持隣リンパュと異なり、 放射線区域照射単独でも放射線広域照射や化学療法併用放射線照射と治療成績に大差がないことによる。アブベド療法6コースから8コースが標準療法となる。ただし、6コースから8コースの意味は微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫とは異なり、4コースまでで完全寛解ならば6コースで終了。 6コースで完全寛解ならば8コースで終了の意味である。進行期においては予後因子で治療方法を変える根拠はない。完全寛解に至った場合、追加治療として放射線照射を行うのは推奨されない。2016年12月、再発または、難治性の古典的保持菌リンパ種に対してニボルマブが適応承認されている。 標準的治療法は確立していない。古典的保持リンパッシュに準じることが多い。標準的治療法は確立していない。非保持リンパッシュの再発、難治例に用いられる治療法が用いられる。若年者であれば大量科学、両方併用自己マッ消血幹細胞移植も選択肢として挙げられる。年齢、B 症状、巨大重核腫瘍などは予後不良因子とされる。 ありがとうございます。